入ってるけど。はい、森崎さんはお休みなので録音がございます。なるほど。はい、では森さんのプレゼント演説お願いします。ただいまご紹介に預かりました森崎でございます。本日私がリスナーの皆様にご用意したプレゼントは佐賀のガバイばあちゃんの単行本でございます。このプレゼントは私が小学生の時に感銘を受けた本です。とてつもなく貧乏だけどとてつもなくポジティブなガバイばあちゃんに育てられた漫才師の島田洋七さんのお話です。人に気づかれないのが本当の優しさ、本当の親切。人間は死ぬまで夢を持て、叶わなくても所詮夢だから、などガバイばあちゃんの名言に私自身もたくさん救われました。人生観が変わるこの一冊をリスナーにもぜひ読んでいただきたいのです。皆様、森崎の佐賀のガバイばあちゃん、佐賀のガバイばあちゃんに清き一票をよろしくお願いいたします。森崎の佐賀のガバイばあちゃん、洋七さんのだからな。自分が書いたみたいな。最終的にいけるじゃないですか。まあそりゃそうやな。テープやから。そんなに一分で一分以内にいけるんですか。だって通るの、あ、オーバーだっただったら違う、もう一回やるから。取り直すってことね。収録だから。同じなしですよ。え、取り直しなしじゃないですか。同じでやってますよ。それでは失礼いたしました。天才です。いや、まあ、天才です。バッチリでした。同じ条件でやってます。ポリポリ。カコロピーがダメだったのか。それは失格です。失格じゃないんです。狙ってます。あなたと安倍さんは失格です。失格者として参加することになります。参加できるからラッキーだよ。嬉しい。